はい、こちら朝倉みくるチャンネルの新メンバー岡くんですね。皆さんはじめましてです。はじめましてじゃないですよね。はじめましてじゃないです。2回目です。2回目ですね。で、おなじみ、マネージャーの宮島くんです。会長になるお時間です。お時間です。これ新しいですね。そう、この2人の今日ガチスパーリングをちょっとやっていこうかなと思いまして。はい、どういう経緯でしたっけ、これは。岡くん発信でしたっけ。いいえまあでもどっちが強いんだみたいな話になったんですよね、結局。で、まあ宮島くんは、まあ、絶対余裕 ですよみたいな、余裕だよみたいな。で、岡くんもいけるし。俺はもう宮島くんが強いと思ってた。急にどうしたんですか。いや岡くんも東京に来たんですよね。そうです。いつからですか。11日からなんで、10日ぐらいです。あ、まだ10日ですか。そうです。まあ、やっぱね、歓迎といえばやっぱスパーリングかなと思いまして。ちょっとそれね、歓迎スパーリングよね。それがよくわからん。でもね、あれ、なんだっけ、あの一編チャレンジも出るしね。あ、そうですね、ブレイキングダウンもね、ゆくゆくは出るんで。そうです、今日宮島くんの今日できたら出ましょうか。おーできなかったら出ません。まあ、そっか、そのブレイキングダウンに出る前に、まあ、俺を超えて、超えていき、ね、行きなさいよということ。そういうことですね。そうです。岡くん、なんかもっと煽る予定じゃなかったですか、ガンガン。なんかまあ、もう一回テイク2じゃないこれ。まあ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 、そうですね。まあ、豊橋の大先輩なんで、うん、胸を借りてぶっ殺そうと思います。おー、やっと調子が出てきましたね。で、どうですか、東京慣れました。全然慣れないですね、ドッキリのせいで。やばいっすよね、マジエグ。ドッキリやられすぎじゃないですか。なんか見るたびに岡くんがドッキリかけられてるんですけど、ちょっともうしんどいっす。僕の気持ちちょっと分かってくれました。めちゃくちゃきついっすよね、結構ドッキリも。きつい。今日めっちゃカメラ探したもん、ここも、ね、ずっと探してた。宮島くんとやるドッキリかと思ったっす。いや、ドッキリじゃないっすよっつってずっと言ってたんですけど。まだ疑ってるじゃない、これ。寝れてますちゃんと。全然寝てない。やばいじゃないっすか。もうストレスですか。ストレス。タバコもやめて。やめました。で、今なんか減量中で、お酒もやめてるんで、ストレスがめっちゃやばいんで、ちょっと殴りたいなと。減量中の説得力のなさってこれ。減量4日目。体重だっけよ。今87.2です。細かいっすね。お3キロ88だ。88です。で、宮島くんが何キロですか。77か8。じゃあ見てください、この身長差。これこの身長差だけど体重は10キロ差。じゃあ宮島くん手直してください。バカさが全然違う。さこれ足の長さが違うっすね。誰が、おいおい、しんどいわ。カービィですか。朝ですよ。しんどいです。黒カービィとかこいつ入れたの。おいやいやいや、それやばいだろ。いやでもね、昔は岡くんにね、やられてるんですよ。いやいつでしたっけ、高校3年生ぐらいですかね。格闘技始める前ですよね。始める前。そう、格闘技始める前に岡くん家の前とかでみんなでスパーリングしてたんですよね。そうですね。伝説の路上スパーリングの時とか。そうあの頃によくスパーリングやってたんですけど、その頃はね、岡くんに勝てなかったんですよ、まだ。いやなんか俺ガリガリだったから、本当に50キロとかしかなくて、で、岡くん僕もこの状態、こんな状態。50キロ対90キロだから現状維持。もうね、やっぱね、パワーでね、ご利用されて勝てなかったわけです。そうですね。や、まあ、今やったら俺の方が全然強い。そりゃもちろん。もう今度違うから。まあ、ということで今日は岡くんと宮島くんどっちが強いんだっていうことを決めていこうということで、はい、ガチスパーリングをちょっとお見せしていただきたいなと思うんですけど、よろしくお願いします。いいですか、2分ぐらいにしますか。多分スタミナないですもんね。多分ないよ。で、ブレイキングダウンのあの1分だとちょっと短いんで、まあ、長いと思うんですよね。2分のもうガチンコで2分で、はい、はい、やってみましょう。お願いします。はい、お願いします。あら、これはエンメールさんですか、もしかして。そうだよ。どうこれ、よくない、めっちゃ涼しそうだね、めちゃめちゃ。なんか綺麗でしょ。うん、しかも楽、めっちゃ楽。おお、伸びる感じ。伸びるし、綺麗なのに履き心地いいみたいな。なるほど。戦えるし、いつでも。おお、履いてきましたよ。おお、これマジ蹴りにくいな。なんか言ってますよ。なんか言ってますよ。僕岡くん、足が短いからね。歩ったら松葉杖になっちゃう。おかしいっすよね。おかしいよこれ。この膝まで来ちゃダメなんですよ、本当は。知らない、女。いいよね、ここ来ないじゃないですか。どういうこと。
なんで戦わされて俺ディスられてる。いつぶりっすか、斎藤くんぶりっすか。そうだよ。そっか、斎藤くんぶりか、だいぶ前だっす。3年ぶりぐらい。ボコボコにされるぞ。それまで練習はしてないっす。そうわけないね。酒しか飲んでないっすか。酒しか飲んでないっすか。で、実はあれ、影で吸ってるんですね。もうそれ好きだね。吸ってないです。こっそりこっそり吸ってないです。でもなんか家にあるタバコは捨ててないっていうこと。捨ててないね。捨てる捨てる。これ怪しいわ。あ、宮島くんはいつぶりなの。俺もう何年もやってない。あの練習とかはやろうとしただけど、やれなかった。やってないですか。やってない。全然やってないですか。全然やってない。宮島くんも忙しいですからね、なんだか。東京にあって毎週毎週来てるんですね。同じレガースですか、本当に。レガース僕行ったよ。違いですね。種類は違う。斎藤くんの時もこんなんだったっけ、俺。こんなことない気がします。ペンギンみたいだよ。はい、確か赤似合うね。本当ですか。お、俺のカラー色だ。いかついな。カラー色だとバカ丸めしちゃう。2分だけなんでね。バチバチ言ってください。素人の2分長いよ。振りをボコボコにする。おどっちが振りますか。本当っすよ。カラーめしなさいよ。最近ね、アウトサイダーをオフィシャルチャンネルで見ました。見ました。光栄で、なんかもう、面影もなかったですよ。それ見直してからもう一回来てください。その人と戦うんですよ。めちゃめちゃでしたもんね。シートベルトせずに運転しましたから。あ、確かにそれ言われて、あ、確かにそうだシートベルト、まあ、事故ですね。じゃあ、行きますか。行きますか。心の準備はよろしいですか。ここの準備一生できんって。一生できんすか。緊急スイッチ入ったら ね、そう、あ、入ってる。なった瞬間ね、スイッチ入るんだよ。いやいやいや、まさか。もうそこはプロなんだよ。何のプロや。やっぱ見せるプロなんだよ。エンターテイナーじゃないですか。エンターテイナー。